こんにちは、コインちゃんです。今日も早速動画ニュースをお伝えするね。ベネズエラでは7日木曜日、大規模停電が起きたよね。全国民の3100万人に影響を与えるこの停電は史上最悪と言われているんだ。以前別の動画で取り上げたんだけど、政治的混乱とハイパーインフレの影響でベネズエラ国内ではビットコインに経済立て直しの期待の声がかかっていたんだ。そんな中起きたこの大規模停電、その影響なのかビットコインの取引数がベネズエラでかなり減ってしまったみたいだね。グラフを見ると停電が起きた時期と同時期頃から取引数が減っていて、1日あたり10万回も減ったようだね。これだけじゃなくて、ビットコインのアクティブな口座数も9日土曜日には50万から40万まで減ったんだ。一方でビットコインの取引高は先週およそ8億9000万円にも上ったんだ。同じ時期のヨーロッパではおよそ4億4500万くらいだから、取引高はかなり上昇してるみたいだね。今も続くこの停電は今後ビットコインにどんな影響を与えるのかな。一刻も早く停電から復旧して、ビットコインがもっと取引されるといいな。